はいえ、それでは、中山金杯、京都金杯、そして新山記念ですね。はい。事前調査を始めましょう。はい。改めまして、皆さん、明けましておめでとうございます。はい。今年もね、クソヘッティーな予想をしていきますんで、よろしくお願いします。はい。えー、新年早々ね、はい。おみくじの結果と、はい。ちょっとアクシデントありまして、放送別撮りにりましたけど、はい。えー、今年、イノシシ年ってことで、イノシシの絵描いてきたんですけど、はい。 まあなかなか矢のクオリティが高いということで褒められたんです。すみません。また見といてください。蛇肉口の競馬で放送してますんで見といてください。うん。結構クオリティが高かったらしい。うん。やばかった、あれは。うん。うん、いや、うん。まあ、自画自賛にはちょっとこれをほどほどにしておこう。うん、自画自賛をほどほどにしておこう。はい。では、中山金牌からいきましょうか。順番的にえ冬回線は中山からですね。はい。えー、一応、金牌はどちらもハンデ戦となっております。うん。ただ、ま、ハンデ戦といえどもね。 大体、えー、いいまあ普通に格上評価されてる馬たちが強いんで、まあ、自然と金利を背負ってる馬の方が実力上位ということではいで、えーまあ、ただ、えー、今回勝ち頭ヤングマンパワー等々ですね、えーまあ、いわゆるちょっと口悪いですけどまあ、旬間過ぎた馬たちもおるんでうんはいここどう狙っていくかですねうん ですいませんちょっと予想図をお借りしましょうすいません、えー、出してませんでした、ね、ごめんなさい予想図をすべてお借りしますすいませんねちょっとちょ,ちょっと待ってください予想図すべてお借りしますはいでえー、っとどっからでしたっけえー、金ぱじゃないすいませんえ中、ー、山かはいすいませんグダグダですはいえー、こっからですねえー、一番人気かはいまあ、一応まあ,あんまり参考にならないんですけどステイフリッシュえー、とは人気が進めのがマウントゴールド、えー、そしてタイムフライヤー、えー、コズミックホースヤンセン がまあ一桁でまあウィンブライトに限ってはね人気落ちる理由はやっぱり金利ですね5 8キロというちょっとうん、えー、このクラスで58はちょっとかわいそうやなっていう金利を世話されておりますねはいまあ去年の話ですしねうん、えー、明けぼこ裁判ってことで、はい、中山は非常に強いんでまあまあこの判ではまあまあ妥当かちょっとやりすぎかな57.5でもよかったんじゃないかなっていう藩で世されてますはい で今回一連調査で何をかなと思ってとりあえず中山金牌毎年言ってますけど C コース代わりではい、えー、前回の A コースと違ってね、えー、2つ外に策が設けられますうんでまあうちがねまあ、えー、先週の有馬記念とかホープール見てると傷んでたんで、まあ、C コース変わったところでうちまあ確かに多少,多少はマシになると思いますけどうん それでもまあまあ痛みはあるとは思ってます。うん。そんなに回復してると思ってませんね。一応、内有利といえども。はい。で、そのことを踏まえますと、あとこの開催、冬開催を踏まえますと、やはり、えー、この舞台は、えー、もう素直に、えー、スタミナとパワーがいる舞台となっております。うん。で、まあそうなってくると、えー、やっぱり代表参加としては、えー、ハービンジャー、ハーツクレス、テイゴールですね。まあこれ紹介したところで皆さんだいたい同じ意見なんで。 はい、でもう一個掘り下げるとですね、ここをまず、えー、注目すべきを毎年私、言うてると思いますけど、はい、中山、福島でよく走りますね、はい、えー、ロベルト系ですね、もうこれ、毎年言ってますけど、はい、山勝エー母・父・系にロベルト系ですね、はい、マイネル・フロスト、母・父・系にロベルトですね、はいえー、3年前、ロベルトのワン、ツー、2年前は、ロベルトいませんでしたけど、1着来た馬がステイゴールですね。 はい、えー、去年2着馬ステイゴールドで1着馬がセダブイランですこちら本命打ちましたけどこちらが母八人ロベルトケですうんってことで大体もうその王道な結党選んどいたらもう捨ていこうかロベルトケ選んどいたらええっちゅうことってはいもう簡単ですねはい。でその中で、えー、まず注目した馬うん勝ち切るの難しいけど、えー、馬券内、えー、一番面白いんじゃないかなっていう馬がですねはい えこちらですねあえてのこちらから攻めたいと思いますはいタイムフライヤーですねはいこちらちょっと一応対抗の印を打っておきましょううんはい、えー、母父にロベルト系しかも、えー、特に母父ブライアンズタイムこちらはある程度爆走するケットとなっておりますはいでこのまましゅすぎてる いう話は評価下されてますねで、おッつみる限りね、ちょっと人気出すぎなんですけど、えー、今んところ3番人気で、えー、ステイフーリッシュに近い人気出てますけど、当日はね、ここまで売れないと思ってます。正直、考えてみなさん、多分エアアンセム、コズミックホースとか売れると思ってるんですけど、気のせいですかね、もうちょっと人気ないと思ってます。ね、ステイフーリッシュ、コズミックホース、エアアンセム、マウントゴールドの中で。 ね、この5頭の中で多分タイムフレア多分人間もっと人気ないと思ってるんですけどねこの人気になるのかなと思ってますはいここ最近過去5層ですねもう掲示板が精一杯ですよねはいでまあ、えー、1つ、えー、ねマイナス点上げるとしたら若葉ステークスはい上がり確かめただけの5着でこのあとね、えー、ルメッちゃんがねまた乗ってくるんかと思ったんですけどま初期賞お手もおったんやったかなえー、ポカドールの時はえー、っとあれかステルビアがおったんやったかな 捨てるべでしたっけ、えー、誰か持ってたね。ルメちゃん教えてください。ステてビべよってね。まあ、ステてビべよったんですけど、若葉ステークスなどね、えー、この一層だけですね、乗ったんで、その後、えー、乗り戻しと歌りません。はい。 まあまあ、お手を持ったってそれまでなんですけど、ね、ルメッちゃんがここ見放してきたっていうんですか一回使った、らこの馬あかんもうやめときますって感じで、なんか逃げた感じするんで、それ考えるとね、やっぱ最強外人見切るのうまいんで、うん。一、えー、回乗った最強外人が降りてしまう、もうイコール、この馬はもうホープールステークスでもう旬は過ぎてましたよと。わ、まあ、かる評価なんですけど。うん。で、ただですね、えー、若葉ステークス5着も上がり最速下かってますし、え、札気象、舞台を追ってない。舞台を追ってないことないんですけど、 うん、ちょっと暗示をもって、えー、展開も向かんかったですね。で、ダービーも話しってないでしょ。で、神戸新聞杯初くらいからとて,て距離長いところじゃないんですね。もともとこの馬2000メートルが向いてる馬なんで。で、菊花賞6着なんですけど、うん、評価するならまあ、ここかな。はい、えー。菊花賞6着でしたけど、えー、枠順、まず菊花賞に不利な7枠。まずこちらからですもんね。はい。勝った馬がそれよりうちの馬たちだったし。はい。 でまあえー、この舞台で、えー、結局誰が一番強かったかというとそれはフィエールマンとエタリーは強かったんですけど何といっても注目、えー、ありまし記念場のブラストワンピースが、はい、内枠に展開が恵まれた中ですね、えー、ブラストワンピースですら着順何着でしたかっいうと確か4着ですよね。 はい、でこれに続いて枠順考慮するとタイムフライヤーこのブラストワンピースと評価いたしますとゴールインの瞬間でブラストワンピースあの有馬記念場となどんだけ差が開いてましたかちゅうとはいもうほぼ離れてますよね、えー、約1馬身差ぐらいですわうんでこれ考えるとね、えー、もうほんまこのブラストワンピースと、えー、約1馬身いわゆるコンマ2しか差がないんだったら、えー、今回のね有馬記念でもないし うん、中山2戦ならこの馬距離的に向くし、えー、その状況ならこの馬、えー、活躍してもおかしくない舞台となっております。使えてますし、はい、でまあ人気落ちどころを考えますとねあと実力か考えるともうここで正直結果田さんとも多分次は見切っていいと思われるんで。 一番、えー、ここね菊花賞まで見てましたけど一番買えるのはここかなと思ってます人気がしま5番人気ぐらい落くなら買うならここかなと思ってますうん血統、えー、面舞台適性は間違いなかったですね前奏を見る限りまだ衰えてない足は使ってますんで はい。まずタイムフライヤーを、えー、対抗。まあ、特注馬っていうんですかね。ここを打っておきまーす。はい。で、もう一頭ね、褒め候補打っておきましょう。はい。誰を打ちましょうかっていうと。えー、さっき注目しようと言った,たステイゴールドなんですけど。はい。ステイゴールドさんがね、えー、なん言とたら多いんですね。アドマイアリード、えー、ウィンブライトも。ちょっとヤセンセもちょっとまた本チャンなんかありません。ちょっとこのままややこしいんで。はい。ロベルト系なんですね。はい。えー、アドマイアリード、ウィンブライト。 えー、クレッシェンドラブ、えー、ステイフーリッシュ。はい、ちょっと多いですね。はい、ちょっとブラックバコマも後で考えます。これも特殊で中山講師なんで、ね。あと、マウントゴールド、ステイゴが4頭5頭4頭か。えー、出てるんですね。5頭か。で、まあ、クレッシェンドラブがちょっと格下なんで、実質4とアドマイリード、ウィンブライト、ステイフーリッシュ。えー、マウントゴールド。で、この中で誰狙いますかっちゅ。 えー、よく書いてくださいもし素直にこの人気のまま行くならねアドマイアリードが7番人気ウィンブライトが6番人気はい、えー、ステイフーリッシュが、えー、1番人気でしょはいマウントゴールドが2番人気不思議ですねうんもう今までオープンクラスでようやくやっとこそやってきたね重症でやっとこそ3着の馬た違がまず人気マウントゴールドステイフーリッシュはい全走 g 3で23着馬が この人気、1、2番人気が集めます。はい。逆に重傷、重症馬ウィンブライトとアドマイアリード、ね、アドマイアリード G1 もですよ、ウィンブライト G2、中山家になってます。なぜかこの人頭人気出ない。えー、多分おそらく理由は、金量の差なんでしょうけど。たださっきも言いました、えー、金量重いからって勝てないんですかっていうと、そうでもない。この舞台、金量、えー、重いくても勝てる舞台となってます。うん。それ考えると、ウィンブライトとアドマイアリードにまず絞られるわけです。この人気で考えると、そうなりますわね。6、7番人気から買いましょうと。 でどっち打ちちますかちゅっと、うん、ちょっとねマイルチャンピオンシップで、えー、マイルのね流れ富士ステークスマイルの流れ、えー、ちょっとこのペースつかんでもドインブライトが、えー、今回距離2000に戻ってかかりにく面見られたらちょっと怖いんですよね、えー、去年の中山金杯今年か、えー、去年か 去年中山金牌しっかり福島記念ね一応中山釧路リンクセーのしかも福島2000というベーストな状況を勝ちきってからの今日中山金杯やったんですよねで今年はっていうとちょっと路線がねちょっとローテーション的にも違うしちょっとマイル使ってからこの距離延長どうかなってとこちょっと見えちゃうんでそれ考えると今の流れで言うとこっちですよね普通に考えてくださいアドマイリードでしょうはいもうここでしょス捨てンんな勝手ですよはい条件戦隠した住所やっとこ3位三着の間が人気出るんでしょう いやいやいやその者たちの一番人気マークしちゃうんでしょやったらここで穴が出るのはアドマイリードでしょこれこれはそうやろ素直に考えてくれればビクトリアマイル1着ですよすいませんもう実力が違います重賞へ2着取ってますしはいで、えー、この馬、えー、距離延長ですけど1波論ですし中山線82000正直1波論延長で中田マイリード 2000m の距離ねまだこなしてないんですけど うんまあ、正直折り合いは付き合いやすい馬なんで正直別に1波論伸びようが、えー、舞台は適正は OK ですね。はい確かにまあトータルしたらね、えー、変速の 1800m で実績出してますけど逆に言うと 2000m の未知数なんでうん。でコース形状考えてもね中山線8 2 c そこまでそんな大げさにコース形状変わらないんで正面スタ,ンドスタートですもんね。うん まあ、ウィンブライトのマイちゃんの惨敗から考えるとディセンバーステークス勝ち上がったアドマイリードはここでしょうねはい中山初舞台でしっかり上がりつかれてますし今の中山やはりスタミナ、えー、パワーが求められるならアドマイリードの場合になってるんじゃないかなと思ってますうん、えー、問題は全と違ってたとそうなりますんで、えー、横りさんがどう回すかですけど大外分回すかは知りませんけどうん えー、ある程度打ちついてもこの馬ね、えー、道役、えー、こなせる馬なんで正直ちょっと道悪いとこついてもね、えー、中ぐらいかな、えー、馬房の23もどころついてくれたらそれでいいと思ってますしま、えー、距離短くても前走をしっかりまくっていくけばできましたんで、はい、正直本命打てるならこの馬かなと思ってますそんな難しいこと言ってません捨て子の中で本命打つなら俺は馬かなと思ってます人気的にね、えー、マークされないですし はい。確実にここね、ステイフーリッシュとマウントゴールドが人気、えー、多分ね、出て色気出しちゃうと思うんで。はい。それならここでしょうね。アドマイリードでいきます。はい。頑張ってください。あとは枠順ですね。内枠がいいですよさ。そそれは内枠やろ。それは内枠やろ、これ。うん。この舞台は内枠やぞ。頑張ってください。7、8枠はいわゆる死に枠となってますんで。また本ちゃん、自己調査とかで考えましょう。まあ、自己調査で枠順出ないんですけど。はい。すごいですね、これね。これやばいね。はい、1、2、3枠独占。6枠調子いいですけど。うん。 まあ通数考えて多分あれでしょうね。そんなフルゲートじゃない時の多分6枠内そんな参考になりませんと思います。はい以上です。ありがとうございました。世代はやはり若い順からですね。ですよね。それを考えたらやっタイムフライアケロンサイバーだと思ってるんですか。頑張ってください。はい、えー、次行きましょう。京都金杯行きましょうか。はい十九頭で1頭除外です。18頭で京都金杯中山金杯上にすごいことになりますね。 はいえーまあ、もうあんまからんけない6枠以降5枠からですねもう全然前半の枠順へとダメと。はい、で一応6枠、えー、5枠かな、えー、去年か絡みましたけど超等風でしたもんね去年ブラックムーン勝ち切りましたけどこれ6枠というもえど、ー、も9番枠なんでねクルーガーも13番枠ってことで、まあ、ギリギリな枠なんでまあそれ考えると、うん、今年のフルゲートでいうとやっぱ7八。8 13番から18番、ほんまギリギリ、もう、てかほぼアウトの枠やと思ってください。もう正直、うち悪天国。はい。まあ、ただ、打ち役過剰しすぎると、ね、去年みたいにやけどしますよ、中データです。はい。で、えー、ここね、まず、まずもう、このまま星幕ってこはね。はい、星幕でいいですか。はい、ガンちゃんね。 はいンちゃんです56.5ですって、ハンデ恵まれました。57背負ってくれません。ありがとうございました。言うてますね。京都外回りでかいよ。って毎年言ってますも。もうずっと言ってます。この前、京都の外回り買ってください。毎回言ってます。もうこの前ずっと紹介してますんで、はい。新参記念1着の瞬間に、ね、まず新参記念買った3歳馬ってね、まず京都の外回りずっと好きなんですよ。まあ言うたらロジックライいみたいなもんですよ、うん。京都の外回りが非常に好きなんですね。これね。はい。3歳で新参記念買った馬、後々マークしといてください。大体京都外回り強いです。はい。 3コーナーで上り坂、下っていってゴーインなんで。はい、もう分かってるんですね自分の、ね、やり方と,とかね。負けてんのがこの京都0八の外,外枠のアンジョ・サッチーさんとうん。 で、もう一回負けたのがあれでしょえーと、確か、えー、マイラーズやったっけはい。マイラーズで負けたよね。マイラーズもしゃあないね。マイラーズも結局外枠で負けて、これはね、もう外枠引いてもうたし、相手がサングレーザー、アイアスピネル、等々の G1 バイトですから、十分でしょってことで。はい。この二回しか惨敗しておりません。しかも惨敗って言っても6着までです。それ以外の京都外回り、すべてパワー100とボディです。馬券内いすべて OK です。うん。もうね、分かってるんですよね、このまま。もう賢い。京都。 もう競馬が分かってます。はい。見ておきましょうか。3層ぐらい見ておこう。で、ババは、えー、不良、有料ババ問わずに強いです。はい。前走もね、東京で舞台ちゃうかったんですけど、早い時で買ってますし。はい。えー、この舞台もね、宮古島ステークスだった時、不良ババでガンちゃん本命打ってるんですけど、4番ですね。はい。えー、この時は、えー、打ち目ついて、もうね、この3コーナーか4コーナーの、この癖あるところをね、もう競馬自分で買ってますんで、はい。えー、この時、不良ババなんですけど。 はい、一瞬勝ったかなと思ったレースやったんですけどね、はい、もう抜け出し方も,もう自分で分かってるんでね、別に屋根が誰であれ、大体強いですわ。一瞬、外の馬にちょっとやられそうになったんですけども、やられたんですけど、はいえー、ちょっとね、アメリカズカップというちょっと不良、密着の大好戦やられて思ったんですけども、それでも密着と、不良馬は関係ないですよと。はい で、楽用ステークスもね、これも確か私ガンちゃんですよね。ガンちゃん褒めですもんね。<laughs> はい。毎、まあ、回ガンちゃん褒め言って言いますね。ガンちゃん外回りやっぱりうまいんですよね。はい。今回、お外、お外回ってますけど、もう全然、もうこの3コーナーか4コーナーのこの下りがすごい。うん。ここの、は、運びがすごい。すごい。わかってます。あ、またこの舞台、私好きですよーす。でもそこはい。えー、もう抜け出し、正直にも勝ちパターン入ったんですけどね。はい。ちょっと 外打ちでアンジュはちょっとね、ムーアさんっていうところで、あー、すみません、うちからちゃうね、外からか、お外一気、このライアン・ムーアさんのね、里の朝の切れ味に負けた思ったんです正直これは勝ったと思ったんですけどね、よっしゃ、来たと思ったんですけど、はい、えまさかの里の朝にスポッて刺されるっていうのはあちゃっーしてと思ったんですけど、なんと負けました。惜しかったな、これ。これ惜しかった。はい。で、まあ、えー、その最後、これかな。 ここも確かあれですよね。えー、ガンチャーで褒めるですね。はい。一、まあ、回打ってます。4番ですね。はい。えー、この時はガンチャン、うちの3番手うちからでも外からでも、競馬は自在に操れます。うん。うちでも生まれてもひるむことはございません。はい。うち先頭の、まあ、赤い、まあ、邪魔やまたはうちついてきますんで、あ私、うちから行きますよ。言って、個かて、はい。えー、バボ悪くても、このまま、不良バボンでこなせるんで、全然使えます。前でねーバデーーバーする競馬で、なんとかしないです。3着。 はい。で、スワンステークス、距離一番短くなってどうなってんのってことで、えー、アイテム相手も相手やったんで、G3 やったんで、はい、人気なかったんですけど、はい、それでも関係ないです。距離短くても、外回りだったら関係ないですね。はい、すみません。アプリから終了しました。再起動を行いましょう。すみません。ありがとうございました。はい。なんか再起動された。はい。ということで、えー、もう一回スワンステークス見ておきましょうか。はい。ここですね。はい。えー、ワンちゃん、うちの黄色棒5番ですよね。はい。 えこれもねうまい毛ばラしで、ね、外にともトドロとドクエストだったんですけどガンちゃんだけそうもねこの黄色の帽子左右ちついたこの綺麗な毛ばはいえーね、皆さんババ打ち嫌らってたんですけどそんなん関係なくちからついてきたがこのガンちゃんですわうん強いねと思って後続から2頭刺されましたけどはい。もう勝ち,これも勝ちパターン入ってないけどねまさかの悠依は3着 欲しかったですねこれまで、ね。はいほとんど勝ちっぱやったんですけどもうちょっとでした。ということで京都の外そりはこのまま買いましょうってことでまずガンちゃん買っておくのが宿命です私。はいなんかなかったすいませんガンちゃんだけ紹介させてください。であとはですねこの舞台はどこやったっけな京都競馬やったで一番人気誰やったっけガンちゃんは4番人気です一番人気あパックスアメリカン一番人気サラキア三番人気カツちゃんとなってます。 はいカツちゃんですってはいでここは素直に本命はファクスアメリカーでいきましょうかはいもともと左前り強くてまあ東京前に強いのも知ってるんですけどまあでもそれでもねうん、えー、京都戦六成績残してますしアーリントも2着ですねうん あ、すみません、ごめんなさい。左前だから、ちょっとあかんかったかな。ごめんなさい、間違えたか。間違えた、ごめんなさい。うんで。右側に戻ってきてね、戦争の中月開けて、しっかり中内田さんのとこで一着。で、中内田さん、川田さんの続きたらやっぱ最強で本気なんで。最強っていうかう、無理やり本気なんで、無理やりちょっと言おうかない。言うてることは。うん。で、そう勝ちました。うん。まあ。 オープンクラス、えー、しっかり勝つべきとこう、しかも抜け出してから圧勝劇でした。浅草元気、ちょっと相手からですけど、相手に4馬身ですから。はい。えー、京都金貨に立ったところで、一番人気になったところで、このまま普通に強いと思ってます。休み明け一層目だのパフォーマンス。めちゃ強いと思ってますわ。うん。やはりこの舞台、3歳馬強いって今年言われてたんで。あ、去年か。ってことも必然的に今年の春先狙い目、秋4歳馬ですわ。うん。金量もなったから関係ない。秋四4歳馬が狙い目。ってことで、パックスアメリカーですね。 サラキア狙おうと思ったんですけどサラキアが開幕手の京都の眉毛で末足切れ味表記できますかっていうとちょっとうんなんですよねうんちょっとこの白湯ステークスとかね青島特別とかここら辺の競馬してほしいんですけどそれができるかっていうとうん週刊けやしどうかなと思ったんでちょっとちょっとうんと思ったんで一旦控えさせてもらおうかなと思ってはいそうなってくるとうん うーんどっちかっていうとね、対抗候補がね、うーんいろいろ考えて、マイちゃん惨敗組とかね、あとリーケルステークスも描いてますね、まあ、イタ組が結構強いよって毎年紹介してるんですけど、浅草元気どうかなと思ったんですけど、えー、そのパクスさんにコンマの争はちょっとさすがに 辛いよなと思ってやめとこうと思ってうんでその中で普通に考えたら対抗候補こっちですねと思ってはい勝地さんですねこちらマケオン泉場となってますこっちでしょうね人気あるけどね何番人気ですか勝地さん3番人気分かりましたはいでもともとこのまマイル向きでしょ知ってます京都税ス2歳ステークス2着でしょ知ってます京都好きな知ってますはいでニュージーランドトロフィー買ったあと NHK マイル毎日王冠ちょっと茶うとこ走って 自己条件の京都マイル帰ってきましたはい、えー、この舞台何で決まりましたかっていうとうちが悪くないってことでうち3頭で決まったレースですよね。はいペルシアナイトステルビオアルワインのこのうちの打ち目通ったものうちは決着やったんですけど1頭ぶっ飛んできたんであれですかっていうとはい。 えー、一番不利な外枠はいです、8枠16番から、えー、合脚見せて4着ですうん。勝地さんもうちょっとで3着た。もうちょっと荒い抜くやんっていうぐらいのすごいけましたはいあの外枠から33秒4という足をクリアしましたはいでその全く同じ経路を通ったミッキーグローリーこちらどうでしたかっていうとこちら京成杯大玉ハンデ勝ってる重勝負ですうん。やはりこの相手と同じ競馬ができるってことは、えー、京都金杯やっぱり京都マイルは庭なわけですよねうん ってことは、えー、全然、この RY ね、後の天皇賞二着ばっか、後っていうかその前か、うん、RY とかにこの差やったら、えー、この枠順でよく頑張った方がちゃうかなと思ってます。で、前回枠順があかんかったんで腹くくって遅いきになりましたけど、今回もし打ち枠引いてくれるならですね、もうちょっと前目で競馬できるまでだと思うんで、デイリー東イクスとかその競馬やったんで、うん。えー、あとは松山区次第ですけど、前行ってほしいなと思ってます。もう開幕週で前止まらん、あとは打ち枠止まらんっていうの分かってますんで、打ち枠引いてしっかり前目つけてもらったら、その申し出せると思ってます。はい一応 ここ3頭打ってますけど、えー、枠順は4枠以内が基本です。だから、ガンちゃん1クラスケいうでも8枠18番とか入った瞬間、私はガンちゃん嫌って言います。もう嫌嫌、嫌、言います。ガンちゃん、せめて、うちわく入ってください。バックスアメリカードの勝つや優ガンちゃん、うちわく入れそれだけ以上です。はい。ありがとうございました。ガンちゃん、うちわく入ってください。はい、あと、新断記念いきましょうか。新断記念何も考えてません。決闘、診断記念15トてで、回やはいません。去年は問題は一緒でしたけど、はい。 ユの枠順こちらも変わりません。京都金牌とほぼ変わらん枠順。基本、うちです。もう一緒。一緒。開幕週の京都止まり、一緒。内ち回りも一緒。すべてうちを買っとけばいいね。とりあえず、内ち枠のゴートボックス3連覆ずっとこうといて。昔はプラスやってんから、頑張ってください。はい、どのレースまでどのレースな。はい、頑張ってください。6等か5等か迷うけどな。6等にしたら、ちょっとね、3連覆の点数倍になるんで、そこだけ考えてください。うん。 でえー、ここ、別定戦、新山機能の別定戦のルールといたしまして、クリのガウディがなぜかここ57キロ立て思います。はい、別定戦というのはです、ね、その各レースごとに、ねえー、金量の基準というのが変わってまして、ね、例えば重賞、ね、過去にどこかったとか、はいえー、あるいは、えー、今回みたいに賞金で決まる感じはい、平地収穫賞金、このルールでは1800万以上。 えー、獲得した馬がプラス1キロっていうルールになってますので、はい、アサイハイフューチュリティステークスで2着だったこの馬は自然と5 7キロを背負わされます。はい、1800万っていう基準もね、おそらくこのフューチュリティステークスの2着の、えー、本賞金から計算され、多分この1 3 0 0万で測られてると思います。うん、ここで1 0 0 0万ゲットできるんでね、多分その関係だと思ってます。もうしっかりここ測られてます。実質 G1 で2着馬ってことですわ。はい。ってことで、クリーンガウリー キロってますで、えー、まあ、その実績があるんで自然と栗のうで一番人気藤岡祐介さんでまたここ押されてますよと。うん。でここね、えー、去年戸崎さんが3連勝しましたけど確かシルクシルクシルクとかうんもう決め打ちしてる方のあれですよね一番人気というのも藤岡祐介さんの土日祭りやってことでうステイフーリッシュと、はい、今回の、えー、何てだったっけ、えー、誰だっけ ークリーガウディでもう本命でポンポン、単勝ポンポン買う方もいると思いますわ。うん。私は嫌ですけど、私は嫌やけど、一番人気のユうスケさん、嫌いや,いや、嫌や,や。はい、ユうスケさん買うなら G1 の人気ないとき買え。<laughs> って言うて勝手なレゴール。<laughs> はい、すいません、ありがとうございました。で、まあ、えー、前回はさ、ハッピーアワーをちょっとアワーはしてるんで嫌なんで、3着ちょっとアワーはしてますんで嫌なと思ったんだちなみにハッピーアワーってアドマイマーズの3着でしたっけ <laughs> やけど、2バッシ以上入ってるし、嫌や,や、嫌や,や、俺は嫌。はい。 で、ここね、えー、本命場どうしようと思って、まあ、素直に、とりあえず一手打いておきましょう。えー、ちょっと待ってください。どこ行きましたどこ行きました本命場は。あれ、どこ行ったあれ、本命場おらんぞ。あー、これで行くこれやろ、多分ね。はい、アントリューズですね。何番人気ですか ?2 番人気ですかそうなん。アンジュカードさんですって。 はい。輸送となりますけど、問題ないでしょうね、多分ね。はい。ロードカナラ3区、去年爆走しました。てか、ロードーのカナラ3区優秀ですね。年間っていうか、トータルんぼすごいな、こいつ。なんと勝利で14%、中間になんと34%すごいですね。あー問題ステルビオ等々見てた。あと、サートルナリアルですね。サートルナーリア見てたら分かりますね。あー、すごい。ロードカナラ強い。お見事。はい。で、このまま日勝してるんですけど、まあ、普通に考えてください。よく G1 でもね、 アサ、えー、ヒハイフューチュリティステークスとかでも基準となってます。素直に考えてください。はい。だいたいこの東京戦のこの500万。ここ。ごまかし効かないタフな競馬。東京戦のこの2歳500万。ここ買った馬はずっと強いですよね。ダノンプラチナとかいろいろいますけど。うん。アサヒハイフューチュリティステークスで物差しになる馬。ね。こんなとこ G1 で物差しできるなら、新山記念なんかもう夢、夢を言わさず、もうここはもう軸でしょはい。隠した調戦になりますんで。うん。 ここ G1 走って、こんとこっち来ました。本気です。はい。賞金確実に取りきました。うん。ここ叩いて、どないすんでん話です。うん。ね最近ちょっとね、重症のね、えー、格付けちょっといろいろ増えてきまして、うん。ね、えー、春先の G1 行くまでね、正直2勝5じゃあかんわけですよ。もう抽選レベルなので、900万持ってる馬たちは全部抽選やってくるんで、正直どっかで重をポーンって記念に取っとかんと2勝くらいね。それ考えて、もこの馬でしょうね。東京戦力やっぱり内容強かったですね。はい。ベゴニア賞。 はいある程度中段つけて33秒2の上がり綺れな上がり見せてくれましたその前の東京新馬戦もしっかり上がりさせてくれ勝ってるんでやっぱこの馬は本物だと思ってますわうんはい新馬戦負けちゃいましたけどまあここは OK でしょうね壇上がやっぱ本気ですよね戸崎ケイティさんが乗ってこないでしょこれで川田さん乗り換わるでしょ本気でしょいやだって去年ねアーモンドアイ戸崎さんわざわざ乗りに来てたのに今年これ2勝したのに乗,乗ってこさせてくれないでしょ何があったか知りませんけど なんかお手もおるのかなちょっとすみません、見てないですけど。何回もおるのかなお天も。日曜日にやれ。重症ないのに。誰おるんやろうと思って。はい。とさっきティさん、東京に乗ってたんですけど、まさかお母さんでしょ本気です。<laughs> はい。本気です。栗田さんがわざわざ本気出してきました。ありがとうございました。うん。な、栗田さんとていうか多分ノーザンファームのあれなんでしょうね。多分ここで言われてますわ。多分言われてる。はい。 でここもう一個開けとくと、栗のガウディ気合いだ言うてたし、えっ、ー、と、ちょっともう一特注馬ってか、注目言ったこと、日本ペロヘンソン、こちらちょっと注目しておくんとこちらはね、理由簡単、安城が浜中さん、以上です。はい、えー、もう毎年してます、ちょっと距離ね、2勝してますけど、距離が未知数なんで、前走でも自分負けただけだっていう評価もありますけど。 はい新山記念でもそうでしょう京都と泊まり浜中さんでしょうはい、えー、どっからですか6年前からですか、えー、新トップ浜中さん1着ミッキーアイル浜中さん1着ロジクライ浜中さん1着ってことで新山記念の王女ですよこれ、うん、王者やこれは王者やろ去年はカシアスで3着カシアスも俺確か去年本名打ちなんちゃうかそやろ浜中さんなんと角六くで四4回馬券からんでも水上で成トく成れましたも浜中さんとりあえず忘れておきましょうということでニュポンペラカダニポンピロペンポンですねポッピラカダめっちゃかんでる で、この舞台、アントリューズに対して対抗候補、こちらですね。はい、バルディゼールですね。こちらも必ず3個です。8、2、発くらい。ちょっと面白いね、時代となってます。はい。で、このままね、死馬ません。買っただけなんですよ。うん。で、買った相手もね、正直そんなレベル高くなかったと思われます。うん。それはわかるんですけど。うん。えー、何万人気ですか、今。 まで6番人気かうんただやっぱねカ必さ3区やっぱこうとかなあかんなと思ったんとうんで、えー、ここ一応ノーザンファームってことで、えー、ノーザンファームね34と、えー、出てますミッキー・ブリアンテ等と出てるんですけどミッキー・ブリアンテが酒井隆星さんでしょうんんで、えー、あとは、えー、ドナウ・デルタが、えー、福永さんでしょ はい、で福永さん今いいかっていうの受賞うんでしょでパッシングさんが池添さんでしょうん。でそれ考えると池添さんまではねそのまま、えー、機種変更なしは理解できるんですけどはい、えー、ここね、えー、バルディゼールが安城がねまあちょっと失礼な言い方ですけど変わらず北村優さんですわ。うん え普通ねここね最強外人乗ってくるんかなっていう起用方法はあったと思うんですよ前走一応圧勝してるんでここ北村吉さんもう一回押してくるってことは逆に本気だと思ってますわうんここね最強外じ変に乗ってね点乗りでなんか飛ばされて嫌やなと思ったんですけど北村吉さん死にてってことでうんやっぱりその表れがねえー、北村吉さん最近調子よかったんですよ秋とか冬ねうんえー、しっかり g 1の時も2着でしたっけあれえー、っと黒のジェネシスかうん あの時もしっかり祐一さんそのまま起用させてもらって2着なんで、やっぱり今この機種は乗れてるなってことで多分評価されてると思いますわ。うん。ちょっとやっぱ去年の冬ら辺から変わったよね。7スマッシュ買ってますしね。うん。一番人気でも買って、ちょっと、ちょっと最近やるな、この方と思ってるんで。うん。ちょっと今がチャンスだと思っては、スクロージェネシス、えー、2着でしょう。あれ、ジュミナルフィーズか。ですよね。うん。はい。ちょっと期待してます。うん。前走一応見ておきましょうか。 はいえー、っと9番ですね、えー、911で決まったかな去年ね去年じゃ去年かえ去年かはい、えー、スタートセンス抜群ですこのま,まうんである程度番手追スとなりますけどえー、っとウソついたウソついたよねあれ9番やったら確かね私見間違えてないそれねスタートセンスイントはいえー、しっかり、えー、バグん中一応濡れてますで抜け出し方も非常にうまいですよね はい、えー、外外最後しっかり持ち出して、えー、こっからですねはいまあ抜け出してから、えー、上がり2の後ろで溜めてたと思ったらちょっと上がり一緒やったしねうんあの3番手追走ぐらいかあの先行の追走の中で、えー、この上がりはしっかり抜け出してから強かったなと思ってます、うん、で遊ぶ面なんか見てたらなさそうなんでうん北村石さんが遊ばでしょこれはチャンスですね、うん、乗り換わったら嫌やなと思ったんですけどはい もう本気でたぶん普通に強いと思うさこのまうーこまうんコンマ誤差ですもんねうんはい頑張ってください6番人気なら買いでしょう必ず必ず決まってみましょうはいここはまあ印3と打っておきますかうんまたね一応15調査、えー、一応放送します木曜日かな、えー、また副賞生活候補もような感じではいまた安城枠順枠順決まらないか安城と出走等数か、えー、決まった放送します明後日になるのかな今日火曜日やったっけ 回でね。はい、まず、あ、明後日放送しますんで、えー、よろしくお願いいたします。はい、事前調査、長々とすみません。以上で終わりましょう。ご清聴ありがとうございました。